MLB 大谷翔平、ファンの心、完全に掴んだ、押し出し四球で、得点も、本拠地は不満の大ブーイング。アスレチックス戦の2回、3試合連続となる本塁打を放ち、ベンチでトラウト左とタッチかわすエンゼルスの大谷。エンゼルスの大谷翔平投手が、8番指名打者で出場。 2回の打席で3戦連発となる3号ソロを放った。本拠地デビューから3戦連発は、新人では球団史上初、メジャーでは史上4人目の偉業となった。背番号17が打席に向かうために、ファンは総立ちとなった。4回、無視二塁の第2打席は、バットを折られて中飛。だが、 5回一死満塁の第3打席はストレートの押し出し支給でまたも打点を稼いだ。チームは1点差に詰め寄ったが二刀流のスイング見たさ。日本拠地は大ブーイング。現地のファンの心も完璧につかんだ。大谷翔平がまた本塁打本拠地デビューからホーム参戦連発は史上4人目の快挙。 大谷は6点を追う2回に失走者なしの第一打席で相手先発。5セットからセンターへ反撃のソロンこれがチーム初安打となった。球団によると、本拠地デビューから本拠地3試合連続で本塁打を放ったのはメジャー史上4人目の快挙となった。クリス・デイビス、4試合、トム・マーフィー、3試合。 マットケンプ3試合に続き、4人目の快挙となった。またも、豪快に力みなく3試合連続。米大リーグ・エンゼルス。打席に入るだけで、本拠地ファンからは大きな歓声が上がるようになった。その期待に応えるように、大谷が3試合連続となる豪快な本塁打を放った。 2回の第1打席で、ツーボールからの速球を捉えた。力みのないスイングながら、打球は、ぐんぐん伸びて、中堅左へと飛び込んだ。2回までに6点を奪われ、フラストレーションが溜まっていたエンゼルスのファンも、この時ばかりは、大きな盛り上がりを見せた。オープン戦では、打率1割台、本塁打なしと不振にあえいだが、 開幕直前に右足を上げないノーステップ打法に変えたことで、打撃は好転した。足を上げる反動を使えないため、持ち味の力強い打撃への影響も懸念されたが、大谷は当初から、飛距離は変わらないと断言していた。試合前のフリー打撃での飛距離は、トラウトやプホルスといった大リーグを代表するような打者にも勝るほど。 3戦連続アーチの大谷をベンチで出迎えたチームメートらにもはや驚く様子はなかった。 いかか。がでしたかよろしければチャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますのでぜひまたいらしてくださいね。